一ちゃん KNB は、北日本放送で2007年4月2日から放送されている夕方ワイド番組である。北日本放送は、試験的に毎週火曜日に限定して、ローカル番組を復活、愛元商店テレビ支店小林ですみませんを2006年11月7日から2007年3月20日まで放送した。そして同年4月2日より、 一年ぶりに帯の夕方ワイド番組を復活。放送開始を16時25分としている。当初は17時台にも一部ローカル枠を設けていたが、2008年10月より天気予報を除き17時台もフルネットとなった。後に天気予報の他に18時台のニュースのラインナップを紹介するようになった。後半は KNB ニュースエブリーというサブタイトルがついており、 コンプレックスの体裁になっている。番組タイトルの、いっちゃんは、一番がなまった、いっちゃんと北日本放送のアナログテレビ本局が1、CH、並びに、地上デジタルテレビジョン放送のリモコンキー ID が1、であることからの、1チャンネルを略した、1ちゃんをかけている。2011年4月4日からは独自の番組、テーマソングを使用、作詞、作曲は、高原に、 歌はともみ。2017年11月10日は10周年、記念スペシャルとして19時56分まで拡大放送された。そのため、その日放送の沸騰ワード10は11月12日12時に、録画という形で振り替え放送を行った。2020年10月29日、放送3000回を迎えた。2021年3月31日から、 スタジオセットや字幕スーパーがリニューアルされた。すべて日本時間で記す。肩書きがないものは全員北日本放送アナウンサー。第1部、第2部などなどともみ、いつも、いっちゃん。富山新聞2007年4月2日付、テレビ欄。おかげさまで3000回。アナウンサーブログ。北日本放送、KNBWeb2021 年4月25日、閲覧。 ツイッター KNB と山 KNBTV2021 年4月25日閲覧 ABC17 時53分18時15分にニュースエブリー第2部の NNN 枠を内報北日本新聞週刊テレビガイド8から12ページ2012年4月からは三級のため一時降板三級前にも木曜日金曜日の MC を担当 2021年も新しい挑戦。アナウンサーブログ。北日本放送、KNBWeb2021 年4月25日、閲覧。2013年12月までは、前半部の MC を担当。卒業イコール始まりアナウンサーブログ。北日本放送、KNBWeb2021 年4月25日、閲覧。柴田康香が木曜日。 金曜日 MC になる前は月曜日引く金曜日 MC だった。2012年3月まで中継リポーターを担当した。2015年3月26日までは木曜日のリポーターを担当。2008年9月をもって北日本放送を期退社している。2012年4月より産休のため降板。 2010年3月29日から2012年3月30日まではフィールドキャスターとして担当していた。2014年1月より、産休のため降板。一ちゃん KNB。北日本放送、KNBWeb。2021年4月25日、閲覧。一ちゃん KNB。北日本放送、KNBWeb。2021年4月25日、閲覧。 ツイッター KNB と山 KNBTV2021 年4月25日閲覧ツイッター KNB と山 KNBTV2021 年4月25日閲覧ありがとうございます